こんばんは、ゆっくりです。この動画は、ゆっくり謎解きミステリー、絶景を求めて、の回答編、です。それでは、始めさせていただきます。問題は、ヒロの目が見えなくなってしまったのは、なぜか、でしたが、回答は、バッテリーの寿命、です。解説に行きましょう。ああ、ついにバッテリーがやられたか。レオ、今までありがとうな。そう、私はカメラ。名前までもつけてもらい、5年ほど使ってもらえた。ここまで愛されていたのなら、私の人生は無駄ではなかったようだ。レオ、今までありがとう。目の汚れは、レンズの汚れ。バッテリーも、もう寿命です。私に意志がなかったり、家で動かないのも、カメラだからです。車で目隠しとは、ヒロが人としたら、ちょっとおかしいです。そして、人間は失明すると、ぼやけた白世界で、深い霧の中にいる、という感覚らしいです。少なくとも、黒い世界、とは思いません。このように、私はカメラで、バッテリーの寿命が来た話でした。いかがだったでしょうか？この動画では、皆様からのご意見、ご感想など募集しております。また、一緒に動画を盛り上げたいというクリエイターさんも、募集中です。メールやツイッターなど、概要欄に書いてありますので、そちらを参考にしてください。ここまで聞いてくださって、ありがとうございます。お相手は、ゆっくりでした。おやすみなさい。